これよりエンディングを回収していく2週目をやっていきたいと思います。こういうことですよね、多分ですけど。分岐ってここぐらいしか思いつかないもん。あれ、戻ってくるんだ。展開的には一緒なのかな。まあ大体見当はねついてたんだけど、そういうことなんだよね。やっぱそういうことか。じゃあこれでいいのかな。ビッグじゃなくていいかな。おー、いけたいけた。今日お庭に蝶々がいたの。先生にもらったクッキーをあげようと思ったけど、蝶々はお花の方がいいみたい。お花って美味しいのかしら？お菓子より甘いのかしら？今日は雨が降ってたわ。雨って外で遊べないし、ジメジメしてて嫌い。この雨が全部キャンディーだったらいいのになって思っちゃう。それにお勉強もしなきゃ、抜け出しちゃうけど。手帳をリックのものと間違えてリックに怒られちゃった。中身は見てないけど、でもわかるの。とても悲しそう。先生、私が悪いのかな？今度ごめんなさいってちゃんと言おうと思うわ。私ね、知ってるの。お母さんもお父さんもお家もどうして燃えたのか。でも言わないわ。リックがもっと悲しんじゃうから。私がもっと強くならなきゃ。先生、もっといろいろなこと教えてね。レディちゃん？コメントでもね、あったんですが、レディとリックって二重人格じゃないのかっていうね、そういうコメントもね、多くて、なるほどなぁと考えさせられましたね。エンディングね、あと、7種類って、7種類らしいです。ってことなんで、見当つくのが、まあ、このパターンがあと3つあるとして、これで、5つですよね。で、もう一つ心当たりがあるのは、俺は最後、手帳の謎解きに必死で、先生に話しかけるのを忘れてたんですよ。それをちょっと一つだと信じましょうか。で、あと一個が全然わかんないんですよ。ちょっといろいろと調べながらやっていく必要があるかな、これは。うまくセーブデータを使ってっていうのは、基礎もないですね。ちょっと頑張ってみます。リック？あら、もう寝ちゃったのね。私ももう寝なきゃ。先生に怒られちゃうもんね。ねえ。あと何回リックとお休みって言えるかな？二人ぼっち。はい。ということで次は、セルシーちゃんを見ていきましょう。本当はね、こんなことしたくないんだけどね。何か分かってくるかもしれない。では行きましょう。やっぱそういうことだよね。なるほど。あれ待って。スペルどうだっけ？これかな？あ、よかった。
お昼は空が真っ赤になるのでとても怖いです。雷も音が怖いからすごく嫌です。先生、お空の色とか変えることできませんか？今日はレティちゃんに誘われてお外で遊びました。外で遊んだんだ。お花畑のところで遊んでたら肩にイモムシが乗っててびっくりして泣いてしまいました。近くにジョシア君がいてイモムシ取ってくれました。あそこで何してたのって聞いたらカエル集めてるらしい。相変わらずのジョシア節が炸裂してますが、先生気をつけてね。クマさんの腕が取れちゃった。どうしよう。怖いよ。バラバラになっちゃう。あの時みたいになっちゃったらどうしよう。助けて。あの夜夢でまたあの時のことを見てしまいました。先生、夜遅くだったのに無理を言ってしまってごめんなさい。どうしても辛いの、許せないの。いつかまたあの時に戻れるかな。お母さん、お父さんと一緒に暮らせる日は来るのかな。ほえー、難しいなー。なんかだんだんね、俺バツバツって単語出てきてたじゃないですか。あれ、殺すとかそういう風に考えるのも一つだと思ったんだけど、もしかしたら例えば愛が入るかもしれないし、なんか解釈次第で本当どんな捉え方もできそうな、そんな気がしてきました。いやー、考えれば考えるほど難しいですね。ということで、次も見ていきましょうか。どうしてあの時狼を殺してしまったの？殺さなきゃいけなかったの？お父さん？お母さん元気かな？早く私が元気にならないといけないね。ごめんなさい。赤色。さあ、次はジョシア君を見ていきましょうか。マジで辛いんだけど、本当に。どうして刺す必要があるのかという、そこなんですが。見ていきましょうか。めっちゃ辛くなってきたんだけど。オッケーオッケー。今日変な模様のカエル、ジョシア節炸裂してますね。もう最初の一文から。先生が寝てるときフードに入れてたけど気に入った？あと机の上とポケットと頭の上にも乗せといて。やばいなそれ。最近寒くなってきたから見つけるの大変だったんだぜ。宿題が多すぎると思います。なんで宿題ってこんなに面倒なんだろう。最近ここに来たアレン、あいつ頭がすごくいいんだ。すごいな。宿題はちゃんと自分でやってるよ。疑わないでね。朝起きたら帽子がなくなってた。すごく不安になったんだ。よく探したらベッドの下にあったよ。あのままだったら死んでたかもな。どうしてこんな気持ちになるんだ。なんであんなこと言ったんだっけ。あの時どんな気持ちだったっけ。自分で何を言ってるのか、言ったか覚えてないんだ。きっと何も言わない方がいいんだ。けど言わなきゃこっち見てくれないだろ。いつもごめんね先生。ジョシア君、確か狼少年のお話でしたよね。
どれが本当かどれが嘘かっていうのがわからなくなるほどになってしまったみたいな、そんな感じのお話だったかな、確か。切れ端を見た限りだとね。うわぁ。お話的にはわかりやすいんだけど、ジョシア君がね。なんか、ぐさーってくるよね。月って丸い形しかないんだっけ？それとも四角や三角もあったっけ？夏は雪が降らない。うん、合ってるよな。猫はバスみたいに大きくない。ならない。犬もだっけ？冬はコートが必要。夏は不必要。じゃあ僕の存在は？どっちだったっけ？狼少年。さあ、ということで、次は、ステラちゃんを見ていきましょう。隅っこに小さな教会の絵が描いてある。たくさんのリンゴの絵が描いている。描かれている。1ページ真っ黒に塗りつぶされている。先生の目と同じ真っ黒。不思議。あの町と同じ目をしてる。息をしてるのにどうして？うわぁ、なんか日記的には一番短い文章だったんですけども。うわ、めっちゃこれ意味ありげな、そんな感じですよね。なんか生きてる感じがしないみたいな、そういうことをよく言っていた子でしたよね。その真っ黒ね、1ページ真っ黒に塗りつぶされてるページがあるっていうのがすごくね、何か伝えたいんだなって俺は思ったんだけど、どうなんだろうな。また死んじゃった。みんな死んじゃった。私はどうして死なないの？なぜまだ息をしているの？眠るのが怖いわ。また誰か死んじゃうかも。次は私かもね。毒リンゴ。
さあ、ということで、先生に話しかけてみようか。ねえ、これをやっていなかったんで、反応がない。え？顔を覗く。先生？おやすみ先生。それだけでエンディングに行くんだ。あの日記の謎解きとは別ですよね。ってことは、うわー、このエンドめっちゃ辛いぞ。まあ今更なんですけど、あの図書館にあった病気の本っていうのも、きっとこのナイトメア症候群とかそういう感じのもののやつですよね。いえ、先生は悪くないと思うんだけどな。おやすみ。特に何も出てきませんでしたね。さあ、でも問題はここからなんですよ。あと一個が全然見当つかなくて。ちょっと頑張ってみますね。いろいろとちょっと試してみます。気になったところとか。なにこれ？え？こんなんあったっけ？ちょっと待って。でもさ、これ読まないと確か、切れ端が手に入らなかったと思うので、とりあえずこれは読みます。文章一緒だよね？あんなのあったっけ？ちょっと待ってくれ。どうやってこういうここにたどり着いたかっていうのが、全然わからない。とりあえず最初からやり直して、頑張って進めてたら、なんか出てきました。行ってみようか。変な穴がある。行こう。うん。どういうこと？ん？どういうことかな？うぅ、びっくりした！なに？お前の罪の数を数えろ。え？ちさ猫さん？え？どういうこと？よ。適当にかき集めた。鍵もらったんだろ？白ウサギからさ。でもお前が刺すのも刺されるのもつまんねえんだ、私的にはさ。何聞いてもわからないばっか。あ、そうか！俺2周目全部わからないで。
通してたんだ。それが原因なのかな。チャネコからの質問であるかもそうかもっていうのとわからないって選択肢が2択であったじゃないですか。そういうことか。確か1周目俺は最初あるかもっていうのを選んでそうかもだったかわかんないけど、あとは全部わからないで答えてたんだけど、そういうことか。全部これにしたのかな、じゃあ俺は。ああそうさ、前にも言ったかな、俺たちは魂を食うじゃないと消えちまうからさ。食う魂なら犬でもカエルでも食える。でも人が一番うまいぜ。特に絶望や苦痛で潰れちまった魂はな、子供は余計なことを知らない。あるものを奪っちまえば簡単に潰せる。まあお前からそれを奪った時ほとんど空っぽになるなんて思わなかったけどな。今時そんな子供がいるなんてレアだと思うぜ。逆に大人はダメだ。知識で汚れちゃってる上に簡単に潰れやしない。だから俺たちは子供を狙ってこの世界に招待して料理してるのさ。ああ今回は特別なパターンだがね。結局あいつは変えられなかったのさ。ガキの頃からちっとも。あいつって先生のことかな。そしてこんなに大きな世界を生み上がった。今日ほど愉快な日はない。何がおかしいか。お前だって豚や牛の魂を食ってるんだぜ。俺たちがカエルや人の魂を食うのと何が違うんだい。そもそも俺たちとお前らの違いなんて全くないんだぜ。なぜ俺たちがお前と同じ言葉を話し行動するのか気になったことはないのかい。問題、人は死んだらどうなると思う。え、まさかお前。魂は死んでないからさ。いろいろあるんだぜ俺は。人から何かを奪える。ウサギは人の進む道しるべを書き換えられる。いい方向にも逆もな。それをお前らが都合よく悪魔や天使だって勝手に名付けたのさ。俺らとは違うっていうのは神様だけだよ。かなりお怒りだぜ。生き物はすべてバツバツがないと生きていけないようにした。でも人はバツバツを忘れた。そして自分たちで勝手にルールを作ったんだから。さあそれはどうだかな。人が誕生した時点で世界は終わってるんだよ。もうあとは終わりに向かうだけなのさ。俺としたことがつい長話をしまったな。少し前に言っただろ、世界と世界をつなぐもう一つの方法、悪魔との契約。簡単に言えばお前の魂と俺の魂をミックスする。え？空っぽってこと、つまり、嘘。どうだこれ。いや、でーんって言われても、ちょっとここででーんって言われても、いやでも救えるのならば信じよう。うん、バツバツ？はい、ということでエンド、スタッフロールが流れたということはこれが正解だったのかな。はい、ということでアリスメアの実況プレイ、これでおそらく全エンディングを見ることができたんじゃないかなって思います。
ちょっとフィオナとか、ちょっとあの辺が心残りなんだけど、ちょっとそのあたりは調べてみようかなって思います。とりあえずやるだけのことはやったと思うので、そして、めっちゃ怖いね、このエンドは。チシャネコがそこまで考えていたとは。でも、みんなでアレンを、アレン君を信じよう。俺はそういう風に思って、選択しました。無謀かもしれないけど、やっぱ 1% でも可能性がね、あるなら、信じて、あげることも、大事じゃないかなってね、思います。すごくね、単純に見えて考えれば考えるほど難しい話ですね、本当にアリスメアは。とても楽しませていただきました。ああ、やっぱり新しくするとすぐにはなれないな。鍵はウサギに会いたくないしな、適当にその辺に捨てとくか。さて適当に回収していくか、誰から食ってやるかな。ああ、わざとあいつの前で食ってやればあいつも完全に潰れるだろうな。大人は食えないからな、適当に遊んであとは新しいパーツにでもなってもらおう。うーわー、これ良くないタイプのやつだ、きっと。はい、ということで、エンディング。チシャ猫ということで、これで7種類回収できたかなと思います、無事に。やっぱバツバツはね、最後まで明かされることはなかったんですけど、愛かもしれないね、やっぱり。まあこれもね、また、まあ、チェルシーちゃんの時も言ったんですけど、解釈次第で、なんか、すごく変わってきそうですよね。人それぞれ。とても、奥の深いゲームでした。ということで、アリスメア実況プレイ、ここまでにしたいと思います。これで完結にしたいと思います。また他の作品などでお会いできればなと思います。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。